草津川は、滋賀県を流れる淀川水系の一級河川である。下流部分は、典型的な天井川であり度重なる災害をもたらしていたが、2002年7月、治水事業として、中流域から琵琶湖にかけての草津川放水路が改作されたため、天井川をなしていた旧河道は、廃川となった。従来の流路を旧草津川とも称する。 滋賀県大津市南東部の景観山西六を源流とする。一級河川の指定区間上流端であるヨハネス・デレー家が築堤に関わったとされるオランダ園堤を経ておおむね北へ流れる。草津市に入って、美濃郷川を合わせ、名神高速道路の付近からやや北西向きに変わる。草津、立東漁師の境をなしつつ、東海道新幹線に近づくと根性川が合わさり、 ここから新華道の区間に入る。新幹線橋梁からは西に向きを変え、草津川廃川敷地川口跡の約3キロメートル南方で琵琶湖に注ぐ。川口部には木畔北橋が架かる。なお、旧華道は草津市北山電磁先で琵琶湖に注いでいた。湖名を砂川と称していた。草津川の天井側かは江戸時代に始まるとされている。 古文書から1700年代末頃までは天井側であったことを確認できず、家庭に国道のトンネルを開通させた明治19年までの間に多量の土砂流出と堤防の積み上げにより短い期間に一気に形成されたものと考えられている。天井側が形成されて以降は増水のたびに河川の氾濫を繰り返すようになったことが記録に多く残された。 さらに近年になると、草津市が、京阪新地区のベッドタウンとして発展した。そのため、市街地を南北に分断することになる。人口都市産の増大に伴い被害も甚大なものとなっていった。この対策として、原村河川の過程を掘り下げることよりも、新河川への切り替えが防災面コスト面とも有利で、あると判断され、 2002年に放水路による下流部の付け替えが行われた。草津川堤防の形成過程には大きく6段階あることが都市計画道路を終え了前寺線の整備工事による堤防の立ち割り調査の際に判明した。まず、江戸時代初期には低い堤防があり、内側の川幅が現在より広く取られていたものが、江戸時代中期頃に歴土差の堆積などにより川床が、 年々高くなり、川ざらいすることにより、徐々に堤防が築かれ、江戸時代後期には、現在の天井側の形となった。2002年の付け替えによって、廃川区間は放置され、野ざらしの状態となった。草津市は、活用案の検討を進め、約7キロメートルを6つの区間に分け、2014年度から順次整備に着手した。そして、 2017年度に草津川跡地公園がグランドオープンとなった。廃川区間である根性川合流地点から川口までの約7 2トルのうち JR 新幹線メロン街道間の約5 7トルは県の所有となった。根性川合流地点から JR 新幹線までの上流区間は草津川防災ステーション。メロン街道から下流は 琵琶湖として残る。草津川廃川敷地整備基本計画に基づき、草津川廃川敷地利用計画検討協議会が開催され、後地利用に向けて現在検討がされている。廃川区間の JR 新幹線 JR 東海道本線間は7団体により、滋賀県と草津市の3社で、廃川稼働の草刈りや清掃などの管理委託がされ、 中山道の渡し場付近には、江戸時代後期の徒歩渡しの再現がされている。草津一木川、野村地区を含む、周辺地区の交通利便性を向上させる目的から、都市計画道路大江え両前寺線の延長工事が、2006年5月から、旧草津川の一部で堤防の切り崩し工事や、稼働の平坦化工事が行われ、2008年4月21日に、開通した。また、 都市計画道路大津湖南幹線の旧草津川、砂川大橋の撤去工事により、平地化され、2010年11月16日、4車線で共用開始した。ありがとうございます。